滝沢秀明の新プロジェクト、飛べ、平野耀との合流が公然の事実となりつつある滝沢秀明氏が率いる新会社、とべ、の興奮が元ジャニーズメンバー平野様との合流の噂と共に広がっています。一部報道によれば、平野耀はすでにとべに参加し、新たな音楽プロジェクトが進行中との報道も相次いでいます。 しかし、一方で、ジャニーズ事務所からは、戸部はすでにつまずきかけている、との声も聞かれ、興味深い展開となっています。本校では、滝沢市の新プロジェクト、戸部と平野仕様との合流にまつわる最新の情報を探り、その行方に迫ります。戸部の興奮と不穏な空気。7月2日、戸部は公式ツイッターを通じて YouTube 生配信の予告を行いました。 この発表により、ファンの間で期待が高まっています。滝沢氏はジャニーズを退社した直後、昨年10月になりますが、その後も注目を浴び続けています。トベの設立発表や新人アーティストのプロデュース宣言などその活動の幅広さが期待を募らせて、しかし、トベの興奮には陰りも見受けられます。ジャニーズ事務所関係者からは、 トベは事前に情報が漏れすぎだとの指摘があり、滝沢市の新プロジェクトがある程度の公然の事実となりつつあることを示唆しています。週刊誌の報道によれば、平野市洋や神宮寺勇太とトベの合流が事実であるとされ、具体的な打ち合わせや新曲リリースに向けた計画が進行中であると伝えられています。週刊誌報道の決定的な情報。 滝沢氏と戸辺の合流が週刊女性プライムで断定的に報じられたことは注目すべきポイントです。記事によればメンバー及び家族との複数回の打ち合わせが行われ、戸部からすでに2組のアーティストがメジャーレーベルから CD をリリースする計画が進行中であると報じられました。この情報の具体性が 滝沢氏と戸辺の合流が事実であることを強く印象づけています。同様の内容がライバル誌でも報じられ、戸辺が7月に本格的な動きを見せるという一致した情報が提供されています。一方で戸辺側は週刊誌の報道について明言や反論は行っておらず、 これに対するジャニーズ事務所関係者の情報漏えいしすぎの指摘に対しては、滝沢氏が積極的に情報を流している可能性が示唆されています。戸部の新プロジェクトに注目が集まる中、ジャニーズ事務所サイドの反応。ジャニーズ事務所は、滝沢氏と戸部の合流に対してどのような構えを見せているのでしょうか。報道によれば、ジャニーズ事務所からは、 トベはすでにつまずきかけている、との声が上がっているとのこと。これは一見、滝沢市の新プロジェクトが困難に直面している可能性を示唆しています。また、ジャニーズ事務所側はトベの活動に関する情報が事前に漏れすぎていることにも不快感を示していると報じられています。これは、滝沢市の計画がある程度透明化され、公然の事実となっていることを意味しており、 ジャニーズ事務所がその展開に戸惑っていることが伺えます。滝沢氏とジャニーズの遺恨の影響を。滝沢秀明氏がジャニーズを退社した背景には、遺恨や複雑な事情が絡んでいることは周知の事実です。そのため、滝沢氏の新プロジェクトがジャニーズ事務所にとっては一種の脅威となっている可能性があります。ジャニーズ事務所は、 滝沢氏の新たな成功を心よく思っていないのかもしれません。また、平野紫用の飛べ合流が確定的となれば、これがジャニーズ事務所にとっては一大スクープとなるでしょう。ジャニーズ事務所はアーティストの遺跡や新たなプロジェクトに対して慎重な姿勢を見せることが一般的であり、それが嘲笑の対象となっている可能性も考えられます。 平野紫耀の母親のコメントとジャニーズサイドの指摘。平野紫耀の母親が女性セブンの取材に対して今はお話できることがないのでその時が来たら連絡させてもらいますとコメントしていることも興味深いポイントです。これはまだ公には発表できない事情がある可能性を示唆しています。ジャニーズサイドが指摘する情報漏えいしすぎも 滝沢市や戸部の計画が事前に明るみに出てしまっていることへの不快感を反映している可能性があります。滝沢秀明氏の新プロジェクト、戸部・に平野氏要が合流する可能性が高まっている中、ジャニーズ事務所との間で不穏な空気が漂っています。週刊報道によれば、 滝沢市と戸辺の合流が事実である可能性が高く、その具体的な計画が進行中であることが明らかにされています。ジャニーズ事務所は戸辺の活動に対して慎重な態度を示しており、情報の漏洩に対する不快感も表明されています。今後の戸辺の展開と平野紫耀の参加に注目が集まります。